アテンションプリーズ、フライトで余分に機内食をゲットする方法を知りたいですか？客室乗務員を最も苛立たせる乗客の行為とは何でしょう？え？何の話かって？客室乗務員の秘密と悪夢を一挙大公開。こっそり裏で乗客がどう思われているかご紹介しましょう。それではいざ。1、搭乗中見られてます。飛行機に搭乗する際に少し怪しかったら、潜在的にトラブルになり得る乗客としてマークされます。こうやってフライトがどうなるかを予測しているんです。2、乗務員の一人は乗客をカウントしています。笑顔の客室乗務員の一人が手を後ろに回して挨拶しているのに気づいたことはありませんか？これはエンジンオイルを変えているとか、飛行機に潤滑油を塗っているとか、そういうことではありません。これは何名の乗客が搭乗したかを数えるための特別なカウンターを手にしているためです。3、飛行機からライフジャケットを盗む人がいます。離陸前にきちんと座席の下にジャケットがあることを確認しましょう。もしなかったら、皆さんの前の乗客がお土産に持ち帰った証拠。乗務員に知らせてください。4、電子機器をオフにするよう指示している時の乗務員は本気です。機内モードになっていないスマホ一つでは飛行機のシステムに影響を起こすことはないでしょう。しかし、みんながみんな指示を無視したら、管制官とコックピットのコミュニケーションに影響が出ます。5、離陸前にお手洗いを使用したら乗務員がパイロットに報告します。空港でコーヒーを飲みすぎたら機内でトイレに行きたくなりますよね。客室乗務員は乗客がトイレにいる場合は機長に報告して出てくるまで離陸を差し止めます。トイレに乗客が落ちたりなんかしたらまずいですからね。6、客室乗務員の仕事は皆さんの荷物を持ち上げることではありません。なんなら挨拶したり座席に誘導したり、フライトの遅れで待機している間もお給料は発生していません。実際のフライト時間中にのみお給料は発生しています。7、スケジュールが鬼畜です。機内でキャンプしているわけでも、毎日素敵な場所へ旅しているわけでもありません。決まったスケジュールはなく、特に初めはスタンバイ状態です。これは欠員を補充するためにいつでも働く準備ができていなければいけないということです。さらに、空港から車で90から120分以内の場所に住んでいなくてはいけません。8、全員が顔見知りではありません。いつも一緒に仕事をしている客室乗務員というのはそうそういません。多くの場合、フライト前のミーティングで一緒に働くメンバーを知ります。だから名前で呼び合っていない場合、ただ単に乗務員同士名前を把握していないことが理由かもしれません。あ、名札をつけているのはそれが理由？9、離陸直後に通路を歩き回っていると客室乗務員の邪魔になります。重いカートを押して歩き回って食事を温めて飲み物を準備して、乗務員にとっては最も忙しい時間帯です。乗客が足を伸ばしたり、別の場所に座っている友達のところに行ったりすると渋滞が発生します。食事の時間が遅くなって客室乗務員にとって不便です。10、もっと食事を頼んでも OK です。どんなフライトにも残り物はあるものです。お腹が空いているなら聞いてみても差し支えありませんよ。日持ちしないので、フライト後に客室乗務員が食べない限り廃棄されるだけです。11、飛行機の後部の座席の方がより良いサービスを受けられます。後部に座っている方が客室乗務員の備品エリアに近いですよね。乗務員は前方の席にたどり着くまでにたくさんの要求を受けるので、ブランケットや耳栓が前方の席まで回ってこないかもしれません。
私はだいたい後ろ側の席に座りますけど、皆さんはどうです？窓側と通路側だとどっちがお好みですか？真ん中の座席はどうでしょう？コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。さて、それでは次へ行きましょう。12、飲み物は缶かボトル入りのものを頼みましょう。機内で飲み物を給仕されたら、コーヒーや紅茶は避けてください。缶やボトルに入っているものを選びましょう。温かい飲み物の水は大丈夫かもしれませんが、機内のタンクはそれほど掃除されていないんです。13、客室乗務員はウェイターではありません。食事を給仕して飲み物を注いでくれますが、主な仕事は機内を安全に保つためにパイロットを補助して予期せぬ出来事に素早く対応することです。乗務員が行う厳しい訓練は数週間ほどに全てが詰め込まれていますが、機内安全手順、飛行機の技術的な詳細、応急処置など様々なスキルを学びます。14、皆さん専属の召使いでもありません。もちろん必要があればコールボタンを押して構いませんが、客室乗務員がすぐに来ないからといって怒らないでください。自家用ジェットの所有者でもない限り、少なくとも他に100名ほどの乗客が搭乗しています。お水が欲しければ立ち上がってご自身で取りに行ってはどうでしょうか。15、客室乗務員は全てを知っているわけではありません。現在飛行機がどこを飛行中か、行き先の空港の特定の場所などを聞くために乗務員を呼ばないでください。そんなこと乗務員は知りませんし、知らなくていいことです。16、使い終わったナプキンをカップに入れないでください。乗務員はスペースを削減するためカップを重ねて片付けます。ナプキンが中に入っているとそれを取り出して別に捨てなくてはいけないため、時間を浪費します。17、トイレのドアは外側から開けられます。お子さんが中に閉じ込められたなどの場合、トイレのサインを上げてノブをロック状態の解除にしましょう。これ緊急事態のためだけですからね。18、機内はあまり清潔ではありません。お手洗いが滅菌されているわけではないことはご存知ですよね。しかしカーペットにだって菌がいないとは限りません。だから靴を履かずに歩き回らないでください。そして最も気をつけたいのが食事を置くトレー。トレーテーブルは誰かが足を乗せようが全席同じ1枚の布巾で軽く拭かれるだけです。19、誰かがスプレーを使ったら客室乗務員には分かります。こっそりトラベルサイズのスプレーやデオドラントを持ち込むことに成功したとしても、トイレで使わないでください。アラームが鳴りますよ。20、乗務員のための休息コンパートメントが存在します。大きな機体には乗務員が長距離フライトで休息できる小さな隠れた部屋があります。スペースが限られているため匍匐前進しなくてはいけません。それでも少し休むには十分です。21、シェードを開けるように指示するのには理由があります。緊急出口のシェードは開いていなくてはいけません。ドアを開ける前に外が安全かどうか確認するためです。22、乗務員はちょっとスパイスを加えることがあります。同じルートを毎日移動することはつまらないですよね。フライト前の安全確認デモで少しクリエイティブになることは OK です。客室乗務員がコメディアンのように振る舞ったりダンスし始めたりする瞬間に遭遇することがあるかもしれません。23、クルーには自分たちにしかわからない特別な用語を使用しています。パックスは乗客を意味します。アームは特にケアを必要とする保護者付き添いのない子供を意味します。スピナーはギリギリでやってきてうろうろしている座席の割り振られていない乗客のことです。ランナーは短い乗り継ぎに間に合わせるために文字通り空港を駆け巡る乗客です。ジョージは自動運転システムの名前として人気です。
ブルージュースは飛行機のトイレで使われている液体のことで、トイレ自体はブルールームと呼ばれています。また離着陸や乱気流中に乗務員が腰掛けているあの特別な折りたたみのシートはジャンプシートと呼ばれています。さて、もしあなたが上空9キロで粗相をして足を伸ばせるようにと外に投げ出されたら、自業自得ですよね。なんて。今日新しいことが学べたら高評価してお友達と動画を共有してください。さらに皆さんが楽しんでくれるであろう素敵な動画をご用意していますよ。左か右をクリックして楽しむだけ。ブライトサイドに仲間入りしましょう。